俺の2票って誰？自分入れました、はい、うん、さっきあの高田さんに入れちゃったんですけど、まあジャブみたいなもんです、すいませんこれは僕に入れた2票は、あ、これ僕です、はい、俺も入れた、あ、じゃ、これはジャブじゃない、ジャブじゃないです、これは、え、なんで？ジャブじゃないストレートはい、よろしくお願いします。今回はクルーメイトです。高田村、キッチン脇がなかったんで宿舎脇から行きましょう。はい、シュン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 と、あ、こんなどうせ終わんないけど一応やる。はい、終わんないとはい、ナイス、ナイス、どうもロビンマスクです。よかった、今天使が話したじゃん、うん、あの工藤さんがなんで俺の勝手だろうがって言ったら、うん、地獄のとこだったって言わないやろそれはえ、工藤どう、内心思ってない？いや、全然思ってないです。いや、マジあの停電押した後あって俺も思って、その後停電のこと一切触れないで他のこと喋ってたぐらいなんで字幕でも触れられないように、字幕でも触れられないしましたよかった、穏やかでよかった。言ったら死ぬと思ったんだ一応。宿舎前からランランランと、おー、ナイス、ナイス、ナイス、強いな、これはいいですね、やりました、最後さ、強いボタンですわ。手橋さんタスク早すぎないですか？10タスク。あら、おっそ。あらあらあら。お疲れ。ああ。これは頭きましたわ。やった方がいい。やった方がいい。かわいいやつだよ。嬉しいわ。でもシンプルに早すぎただけだったのが嬉しい。シンプルに早すぎただけだったのが嬉しいな。今回は。まあ福男なんでね、僕2021年。怪しい人が多すぎる、なんだあいつ、怪しい人が多すぎる、なんだあいつ、マジで怪しいやついたな、おい、何、あなたも怪しい、なんで真ん中でなんか U ターンしてきたし、エレキの真ん中で、いや、ゲンさんだよそれで、ゲンさんもなんかやばかった、やばかった、やばかった、ゲンさんもなんか配電盤で U ターンして、あげあげタスクで U ターンして、なんかあれっぽい、あげあげタスクをして U ターンしました。ゲンさんなんかあれあれっぽくないですか、僕らに塗ってくる仲なる前インポスターっぽくないですか、なんか若干そんな言いがかりだな、まあ、ある名言覚えておきます、はい、うん、覚えておいてください。いや覚えないでいい、福手さんもタスクが早すぎたんだよね。いや僕2022年福男なんでね、一応関係ないな。今日21年。関係なかったな。去年。え、今2022年です。おい！余計なこと言うんじゃねえ。高田村福男選手権大会優勝者だから僕。高田村タスク速度。丸まいなかったけど、それを分かって言ってるんですかね、全く本当に。もう僕タスク遅い時代終わったんですよね。1ないんだが普通に。は？運ゲーやん。あの七子が今死んで誰が切ったか見えませんでした。今です。どこですか？展望デッキなんで今見合ってる人全員七子の死体。源さん8秒前に死にました。伊豆さん無理です。アルマさんも無理です。展望は絶対無理。伊豆ある？誰？誰か今伊豆さんに白出した。そう、工藤丸さんどっから？あ、違う、メモってただけですね。ああ、びっくりした。ややこしい、申し訳ない。今のあとはみんな浮いてる感じ？俺バイタル。エレキ。そんな浮いてる。貨物から行った？皆さん。
じゃあ、エレキから行って、バイタルで最後貨物とバイタルのドア扉開けて終わり。え、高田さんが言った情報って七子さんですよね。七子。うん、僕はエレキで七子さんを一回見てたんで、まあ、で、展望ですよね。展望。まあ、納得かなと思います。あの、ちょっと高田さんに聞きたいんですけど、どっから入りました、はい、どっから入ったっていうか、あの、石油側からじゃないですよね、多分展望に行ったのって。あ、俺が？はい。俺は武器庫から。キッチン、展望、キッチン、武器庫、キッチン、展望っていうと。ああ、了解です。うん、で、七子さんの死体どこにありました？配線前。配線前。ですね、最後、一瞬だけアドミン見たんですけど、おアドミン情報だと、一瞬だけだったんで分かんなかったんですけど、展望4あったんですよ。やば。4。ああ、じゃあ高田さんと源さんと七子さんと犯人まであるってこと？犯人かもう一死体か。あ、停電って治ってたっけこれ？停電なってないっす。あれ今、あ、そうかそうか、ごめんなさい、俺が停電直し、あれだ、配電盤張り付こうと思って死体発見だったんだ。一応源さんの死人もあります。源さんはシャワーのタオル入れですれ違ってて、うん、その後昇降機右でダウンロードをやって、僕一緒配電盤前待機してるんで、15秒から20秒前ぐらいにゲンさんはシャワーのタオル助けにいました。じゃあ石油側から7個が来てて、俺が武器庫、キッチン館、展望館死ぬほど往復してて、誰も見てなくて死体だけだから、ただね、弁当もないと思うんだよな、その展望か、わかんねえな。アドミン3ならわかるけど、4だと4なんですよ。だから死体と7個さんってね、2人黙ってることになるよ。うん、あ、アドミンが減ってるはずなんで。あ、了解でーす。俺の2票って誰？自分入れました。僕は入れてないです。ん？プテと？プテ、シンタロウ。おお。ちょっとセリフに見えるよね。あ？セリフに見えないか、別に。2人黙ってる人がいるのか。アドミン4。そこらはまあまあまあ軽率な投票ですよ、高田さん。なんだろう、ジャブです、ジャブ。ジャブ投票です。うん、ナイス。あの、ナイス。ちょっとアドミン減ってるんですけど、僕これ全部使ってないんで、多分誰かが見てますね。でもさっき8秒だったよ、残り。そう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 。僕あの4秒も使ってないんで。え、メイヤさんってなんか8秒前にどうのこうのって言いませんでした？8秒前にゲンさんが死んだのを確認して、それ、そう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 。え、その後は？その後は、診察、貨物の扉開けて、貨物入ったぐらいで、レポートです。貨物から入ったんですか、バイタルは？バイタルエリックから入ってるよ、俺は。あ、そうなんだ。僕カチカチしたけど、うん、メイヤさんは見てないや。で、伊豆さんの情報が本当だったら、うん、その展望に本当に4いたんだったら、狂人が隠れてるしかないかなとは思います。そうだよね。高田さんと犯人と死体と狂人だよね。かなとは思います。源さんが右側にいるっぽいんで、うん、なんかそれ伊豆さんの情報が本当に。それ聞くと竹雄さんが嘘っぽいなって思っちゃうけど。まあ、それは僕もそう、うん。さっきあの高田さんに入れちゃったんですけど、まあ、ジャブみたいなもんです。すいません。あ、結構クリティカルに。アルマさん聞きたいのが、アルマさんは源さん見てない？見てないですよ。で、だからそんなとこいたんだっていう。じゃあ、ゲンさんの死体想定位置、アーカイブのダウンロードとかやと思います。ゲンさんとすれ違って、昇降機ダウンロードするときに、アルマさんも結構3秒くらいぐらいで僕と一緒になったと思っていて、その時系列で見てないんやったら、アーカイブの右のドアが僕閉まってるのを分かってたんで、行く前に。ゲンさんが死んでるうちはダウンロード位置が結構あるかなと思ってます。ん？アーカイブで死んでんの？アーカイブのダウンロード位置やったら死んでてもおかしくない。そのアルマさんが死んでなくても。ラウンジとこまで来てるとかないの？いや、扉が閉まってた。その後に扉開けて行ってる可能性もあるけど。なるほどね。伊豆さんがその昇降機右のダウンロードしに行く前にアーカイブ右のドアが閉まってたってことですか？そう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 。え？あ、じゃあ僕が最後、出てくときも昇降機右からシャワーの方にアーカイブ右のドア閉まってたから、マジでダウンロード位置はワンチャンあるとは思います。おにぎり。ただ最後にドア閉めもう一回入ってる。で、アドミンを一番最後の情報4って最後だよね。あの一番最後にちょっと見たんで展望しか覚えられなかったんですよ。だから展望に4あったんでそれだけ覚えられたんですよ。はい。だから最初に高田さんの移動経路を確認して、僕あの石油側から行ってるんですよ、武器庫を通って。だからすれ違わなかったなっていう情報と、であと
どこに死体があったら、まあ2死体あるのか、もう1人いるはずなんで弁当かと思ったんですけど、浮いてる人が2死体はないですね。さんの陣が2死体はなさそう。うん。2死体、あ、これは僕に入れた2票は、うん、あ、これ僕です。はい、俺も入れた。あ、じゃ、これはジャブじゃない、ジャブじゃないです、これは。え、なんでジャブじゃない。ストレート。鼻見せちゃった。ああ、おもろいな。ジャブ投票してか、これからも。これはあのボディーブローです。クリティカルボディーブローです、これ。やべ、ハイキック食らった。アルマー、エレキじゃん。あれ、エレキに、あれ、死ん、また生み出しちゃったよ。プテエレキじゃん。またプテエレキだと思う。単語を生み出しちゃった。セキュリティのジャム投票ですけど、またエレキに行ったのか。こりゃ流行るで。うん。え、俺ガチャガチャやってたけど見てないですけどね、プテアさん。とりあえず白出せるところ出しちゃっていいですか。チンタロウタケオがシャワーです、はい。うん。無理そう。僕目線タケオさんが。多分これ結構時間的にギリギリの切れだから。うん、うん。あとあります？動画メイン脇で除染やってレレキのガチャガチャやって。で石油に抜けた時にアルマさんと遭遇した形。カメラ見ようとしてたのかな、アルマさん。あ、そうですね、最後カメラ見ようとしてましたが、僕は工藤丸さんは見えてないです。セリフいます？いないのか、ついな。最後は多分竹雄さん、シャワーの配線からひょこっと出てくる竹雄さんとすれ違って、僕今ラウンジにいるんですけど見てないです。伊豆さんの死人情報ないですか？伊豆さんと連続で。え、見てないの？伊豆さん、そっちにいるってこと？伊豆さんと一緒に、そう、伊豆さん、武雄さんの順番で違ったんです。オッケー、メイヤが主導権取ろう。メイヤ隠してるでしょ、じゃあ。ほぼ伊豆さんのキルに関わる人ってどっち？じゃあ。シンタケイオマーでしょ？ってなると。隠して慎太郎くんできないんで、オマージュさんになります。あ、じゃあ、武雄さんがそもそも、まあ、俺のほぼマットだと思ってるよ、俺。あ、でも僕切れないんで、うん、どっちにしろ。僕は工藤丸さんが一番怪しいと思うけど、エレキにいたんだったらっていうのと、あと最後僕は石油にいますけど、僕自身では工藤丸さんは一切見えていないので、視界が広いなとは思う。あ、ただ、あれじゃない？言われても、さっきの。逆に釣り先合わせてもらうしかないわ。原産のキルってアーカイブ付近なんでしょ？俺、うん、イズアルマの2人がアーカイブにいたって話だったから、その2人のどっちかなのかなと思ってた。あ、イズさんから僕は否定されてるんで。それはでしょ、展望のキルに無理だって話だよね。違う、原産のやつの方も否定されてると。そのキルだったらおまじさんだと思うから合わせてほしいな。竹尾さんやと思う。だってイズさんと連続でする宮さんと どこ入れるんですか。おまじさん行きます。おまじさん行きます。おまじさん行きます。新太郎だけよ。マジか。ボタン押しにく。新太郎昇降機なり。これ大丈夫。いや、もうこれ、ま、大丈夫か。宮ボタンだよね、ま、俺ボタンです。え、おまじの情報が正だと確実にキルできないよな。寝るしかないねんけど。いや、慎太郎だけど、しようと思ってる。わー、やられたー。負け？みなさん隠しろ進行か。あ、みなさん黒だな。元気ルがみなさんです。げんさん、どこっすか？終わったー。伊豆さん、伊豆さんは英雄です。あー、当てたかー、悔しいなー。マットは生きてる？ウリキ？たぶん。マット、竹雄さんじゃないかな。議論的な、竹雄さん。これ、メイヤさん黒な気がするんだけど。え、メイヤ人外の場合ってさ、はい。タケシン。俺、アルマ釣りたかったけど、アルマ絶対できないんですか？おまじから釣り入んのってなんだこれ。クロマル3視点で無理なはずです。え、無理っていうか、僕がですね、ちょっと一回僕の発言しますね。僕はメインで湧いて、除染やってからエレキでガチャガチャやって、プテアさんを見かけて、まあ、見えてないだけかもしれないですけど、見かけてないんです。だから、診察かセキュリティに皆さんの話だと抜けてるはずなのね。でそうすると別にセキュリティアルマさんがやってるのは僕は別にあるとは思うし、診察会抜けてんだったら線を追ってことか、弁当とかも貨物側で弁当とかもあるかもしれないんで、全然アルマさんにしろは僕一回も出してない
ていうのが現状です。これちょっと待ってね、いいですか、これタケシンがさ、はい、仮に白で明夜が陣外のパターンって誰がどうやってこれ切るっていうパターンになるんだ。ただ明夜がめっちゃ黒っぽいのは分かる、から雨どうなるの。ごめんなさい、多分もう一人のインポスターがマット生き残ってるの分かってないと思うんで、マット生き残ってます。なんで勝てます。いやだから明夜クドーマルインポスタータキオ狂人だと思うけど、えその場合ってさ伊豆の位置ブレてね、これ伊豆さんって、まあ、あのうちアルマクドどっちかするのはいいんじゃない。中野アルマに入れます。いやてかもうこれ多分半 PP だからタスクやるしかないですね。もう僕らアルマくん釣りたいと思っちゃったけど、タスクは終わるけど僕のタスクは終わります。30秒させたら終わんないから、まあ、スキップ入れますね。セリフ残ってないでくれ。いやアルマくんだと思っちゃう。ないのか。いやもうシェリフは絶対いないから進行握ってない時点で PP ならもう僕負けなんですよ、うん、タスク30秒で終わんないから絶対に。だから PP ならもう無理だから入れるしかなくね、僕目線。そうね、負けか。はあ、ちょ30秒考えてほしい。いやどう考えても終わんねえわ30秒で、無理だわ。そうか、え伊豆が初手切るか。いや初手切るのはさっきのターン。あれそうだよね、あれただおまおじからの情報ってどうなってたんでしょ。もうさラウンジで伊豆さん見た、その辺にいたっていう。だから明夜ってどうやってキルしてんのこれ。ん、え僕は切ってないですよ。いや僕は切ってます。もうスキップで。いやガチでどうなってるの。僕は全然なんか整合性取れないんだけど、ミーティングで殺しました。えどういうこと。あれおまおじさん、俺ちゃんとさ大混乱だ言わんかったっけ。あ言ってました、まあ、一応すれ違ったのはメインシャワー感ですね。一番最後にすれ違ったのは竹尾さんで、その前に伊豆さんとシャワーのとこですれ違ってるっていう風に言った記憶があるんだけど、ちゃうんかな俺。間違ったこと言ったか。いや多分それやったら合ってるんちゃいます。なんか間違って伝わった感じが。だからもう俺の死人が出ないって言った時点で竹尾さん確定かなって思っちゃってんけど。いやーどうよ、まあ、命のリレーが、ね、どうよ。タスクワンチャンあるぞ。誰これさ、お前さっき伊豆さんがラウンジって言ってましたっけ。言ってた、伊豆さんがラウンジって言ってた。だから明夜隠しろだと思っちゃったんだけど、なんか伊豆がヌーンで移動してんのかな。多分ヌーンが左にあったから。いや伊豆さんは普通にメインから来てましたよ。えメインエンジン宿舎って来てて、で追っかけてめんどくせえなこいつわーっつって切ったから。あそうなんだ。はい、あれお前さん、だから明夜がそれで隠しろだと思っちゃったんだよな。そうですよ、ね。いや、僕もだから、なんか、伊豆さん、ラウンジいるのでか、あるでか、でかと思っちゃった。中野アルマに入れます。さすが、俺も先生まで。中野アルマに入れます。え、メイヤさん、これって、はい。高田さんか、中野さんか、慎太郎くん切って即レポでいいんですよね。あ、即レポで大丈夫です。はい。鬼木以外だったら。あ、なんか、もう一個の死体って位置出てませんでしたっけ。出てなかった。あ、エレキ周辺。まあ、駆動だよ、ほぼ。あれそれがあれか、一個ずつになってんのか。うん、そういうことかな。おにきもこれはえぐいな。日本語力余計な、竹尾さんと最後にすれ違ったっていう情報から先に言ったからおかしなってんね。うん、あそこが逆になってんすね多分。慎太郎さんつってタスク幽霊タスクはそうなんだけど、それやろうと思っても人外の3票で勝てないんですよね。いやーきついな。タケオアルマが遊んでる。あー、待って。あー、ナイス。メイヤさんだ。いや、ナイス。いや、鬼木のアドミンでめちゃくちゃ盤面ぐちゃったなと思って。あれ今、シェリフのふりして鬼木追いかけます。ナイス。めっちゃ怖かった。中野アルマに入れます。中野アルマに入れます。じゃあ中野アルマに入れます。俺はナイスです。いや、高田さんインポスターです。インポスターの味方だから。最後までスキップに入れますよ。いや、俺インポスターです。よーし、勝った。いや、ナイス。メイヤ高田2連勝。よーし、また連勝したら笑い声が聞こえて。おざっす。よし。あぶねえ。ああ、よかったよかった。紙ボタンされたら最後。ナイス、ファイト。ありがとうございました。
いや、これは俺が強強まあ、3人は手もらったな。まあ、ね、なこさんが一番最初に最初に死んだよ。シェリフだから。ああ、そっか。ああ。いや、でも一番最初に死んだ。最初できるでしたから。風神どこ行っちまったんだよ。いや、じゃあめちゃめちゃ多かったのよ、私今回。めちゃめちゃ多かったよ。多かったって何？めちゃめちゃ多かったの、本当に。エレキも。これどうなってんのこれ、伊豆さんはぬん？いや、僕普通にメインシャワーで、お前さんとすれ違って。ちょっと言い方が悪くて最後にすれ違ったのが竹雄さんでって言ったんですけど、その前に伊豆さんとすれ違ってっていうのをちょっと逆に言えばよかったですよね。伊豆さん竹雄さんの順番にすれ違ってって。あーなるほどね。そうだ、竹雄さんとすれ違った位置が僕になっちゃったんですよね。最終すれ違いは竹雄さんで、その前に伊豆さんが通ってて、だから竹雄さんどうしましたその後って聞こうと思ったら、僕とすれ違ってないですみたいな話になって、ちょっとうやむやってなっちゃった。僕の言い方が悪い。なるほどね。いやなんか右での死人が出たから、もう確実に名屋隠しろじゃんと思って、進行名屋でいいじゃんと思ってたから。なんかこう、おまおじさんすれ違った人間とエリキの人間が一緒だと思ってた、死んだ人。おまおじつるってなった瞬間に、絶対人外だと思ったけど、盤面成立、盤面が成立しねえよと思って、名屋人外だと。どうなってたこれと。あのごちゃごちゃってたから、もうとにかく勢いで押し切るしかないと思って、おまおじさんに行きますっつって、もう行くしかない。あれと思って。いや、おー、暑かったですね。